ナリーグドジャース、ダイヤモンドバックス2024年9月2日フェニックス、写真あり、ドジャース・大谷独占入手ショット、ボス秋冬コレクションで、ベッカむしらと世界の顔。ドジャースの大谷翔平投手、30、が2日、日本時間3日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に1番、DH で先発出場。第1打席に右前だ。 第4打席でも安打を放って3試合ぶりのマルチ安打をマークした。また、4回に2投を決めると、7回には2投、3投に成功して自己最多タイの1試合3盗塁で今季46盗塁。史上初の50本塁打50盗塁へまた一歩前進した。3対1の7回の第4打席は一死走者なしの場面。 左腕モンゴメリーの1ボールからの2玉目の内角シンカーにややつまらされながらも右前に運んだ。そして、モンゴメリーのクイックモーションを盗んで2投に成功すると、続けて3投にも成功して46投塁目とした。これで投塁は年間54投塁ペースとした。そして、ベッツが申告敬遠で歩かされて1・3塁となったところでフリーマンの儀比を呼び込み、チームの4点目に足で貢献した。 初回の第1打席は左腕ロドリゲスとの対戦カウント2月1日から甘く入ったうち寄りの進化を捉えると117.2マイル約188.6キロの通列打球はあっという間に右前で弾んだしかし続くベッツが2ゴロ併殺打に倒れて盗塁のチャンスはなかった